はい、どうも、今回はダイソーの方でまた気になる商品があったのでご紹介します。今回購入してきた商品がこちらです。メスティンって昔から売ってるんですが、これ1000円のメスティンで、何が違うのかっていうと、今までのメスティンもアルミの打ちっぱなしのケースだったんですけど、今回この新しく出た分が、この見てもらうとボディが黒いんですね。これフッ素加工されてる商品で、まあ、よくフライパンとかでもあるんですけど、いろんなものがくっつきにくいんですね。っていう、こういうね、フッ素加工されたメスティン、これがダイソーで1000円で販売されてたので買ってきました。で、前にもともとこの 1.5 号っていう大きさのタイプって、通常のね、よくあるトランギアっていうメーカーさんのメスティンが有名なんですけど、まあ、僕自身もそちら持ってるんで、まあ、ダイソーから出てた 1.5 号用のメスティンは買わなかったんですけど、まあ、このフッ素加工の分が出たというのを聞いたので、なかなか売ってないっていうのもね、ネットとかでもよく見かけてたんですけど、まあ、今回売ってたのでもうつい買ってしまいました。フッ素加工なんで、まあ、ここにもあるんですけど、注意コツとして、まあ、最初まず洗うが必要です。はい、で、金属製のヘラとかでね、まあ、フライパンもそうなんですけど、傷つけないようにするっていうのはもう絶対条件ですね。まあ、なのでこのコーティングされてる部分を傷つけないように使えば、中の食材とかがその中にくっつきにくいっていうことで、まあ、それ以外は普通のメスティンと一緒なんで、こういう感じで、まあ、炊き方とかね、使用方法についてはもう今までメスティンありますんで一緒だと思います。はい、まあ、とりあえず一回中開けてね、実際の商品見てみたいと思います。はい、これがメスティン、はい、ですね。まあ、取って、まあ、形もね、普通の多分トランギアのメスティンとかと大きさはほぼ一緒かなと思うんですけど、で、こういう感じで、中も真っ黒。なんで、まあ、気になるのが、メスティンって結構この密閉性があるんですよ。通常のメスティン。これもう結構、スカスカで結構余裕あるんで、ちょっとその辺が通常のメスティン、一般的なメスティンとかに比べるとちょっと緩い感じがしますね、ここ。はい、なので、まあ、ちょっとご飯を炊くとかよりは、まあ、ご飯は普通のメスティンで炊いて調理とかに使う方が、まあ、フッ素加工なんでそっちに向きな商品なのかなっていうのはやっぱちょっと思いますね。ちょっと本当ガバガバなんで、ね、これ同じダイソーのメスティンなんですけど、これ1000円のラージメスティンなんですね。だからサイズは大きいんですけど、これラージメスティンは結構これ密閉性あるんですよ。だから、ね、これ結構しっかり入ってるんで、なのでこれだとご飯炊いてても密閉性保たれるかなと思うんですが、ちょっとこのメスティンはあまりにガバガバなので、うん、そういう部分の調理にはちょっと向かない気がしますね。まあ、なので、まあ、使い分けという感じな気はします。まあ、一応こちらもメモリがついてるんで、ご飯炊くのにある程度目安は、水分量とご飯の量目安はできますけど、はい、ちょっとこれでご飯炊く場合は上に重しか何か乗せないとちょっとしんどい気はしますね。まあ、でもちょっとしたね、今ダイソーの中でも多分レアなアイテムだと思うんで、で、多分このフッ素加工の他のね、まあ、安いホームセンターとかね、最近いろんなとこでこういうオリジナルのメスティン販売されてるとこでも1000円はさすがにないと思うんで、まあ、なかなかちょっとすごいかなと思ってます。なので、まあ、こいつダイソーのメスティンね、まあ、このサイズのこの通常のメスティンも売ってるんですよ。ただまあ僕自身はトランギアでこのサイズ持ってるんで、まあもういいかなと思って、まあ、もう一個ワンサイズ小さいね、最初期に出たダイソーのメスティン、こちらはあるので3つ揃って、大きさ的には3種類揃ったかなっていうとこですね。ちょっと使い勝手考えたらやっぱ普通のメスティンの方がいいなっていうのも一つあるかなと思うので、まあ他のね、炒め物だったりの合わせの調理に使うとか、いろんなことを用途考えながら使ったらいいかなと思います。まあ、フッ素加工いらないよっていう人であれば、こっちの銀色のタイプの方が多分ダイソー800円で販売してたので、まあ、200円の差ならこっちのフッ素加工もありかなとは思うんですけど、はい、いかがでしょうか。またダイソーさんの方、まあ一番ダイソーさんよく行くんで、はい、また面白そうな商品あれば紹介したいと思います。それでは。
ー。